皆様お待たせいたしました。ご来場の皆様、本日はバイクのふるさと浜松2023にお越しくださいましてありがとうございます。さあ、先ほどオープニングセレモニーも無事に終わりまして、バイクのふるさと浜松2023開幕いたしました。さあ、この後ですが、交通安全協会浜松中央地区支部によります交通安全講座、そして静岡県警の皆さんによります音楽隊のコンサートを行います。さあ、それではまず交通安全協会浜松中央地区支部によります交通安全講座を行っていただきます。それではお願いいたします。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。10月14日この秋晴れの良き日にバイクのふるさと2023年、これも皆さんのご来場者の皆さんの日頃のね、行いの良さが出てこのいいお天気になったと思います。でもこのお天気の良さとはちょっと別に悲しいお知らせをしなくてはいけません。浜松市は人口10万人あたりの交通事故がワースト1位、政令指定都市の中で悪い方から一番なんですね。それも14年連続おぎゃーと生まれて中学2年生になっちゃった子、その間ずっと交通事故が多く起きているんです。そして今月10月に入りまして、静岡県内でも10月10日11日交通死亡事故が連続発生しています。ぜひ皆さん今日はね、楽しんでいただくとともに交通安全意識をですね、ぜひ今一度改めていただいて、浜松交通事故、残念ながらバイクのふるさとなんですけれども、交通事故が大変多く起こっている危険地帯ということで、地元の方は慣れている道でも油断せずに安全通行をお願いします。今日本日ね、静岡県外からお越しの方もいらっしゃると思いますが、ぜひバイクのふるさと浜松を愛していただいて安全通行をお願いしたいと思います。そしてですね、令和5年4月1日から実は自転車の事故も多いものですから、自転車利用者の方にも大切な頭を守るヘルメット守ってくださいということで、ヘルメットの着用が努力義務化されました。ぜひね、自分の命は自分で守る、そのためにも自転車ご利用の方、ヘルメットの着用とっても大事です。浜松中央警察署管内でも自転車の渋滞事故起きております。ヘルメットをね、ぜひかぶっていただいて、大切な命、大切な頭守っていただけたらと思います。合わせてですね、実は振り込め詐欺大変多いんです。皆さんよく考えてみてください。よく考えよう、お金は大事だよ、ね、それから交通事故も多い、よく考えよう、命もとっても大事です。ぜひですね、詐欺に遭わないように、また交通事故にも遭わないようにしていただきたい。これは特効薬はありません。ぜひ予防をお願いしたいと思います。日頃の生活の中で自分の命を守る、自分の財産を守る意識を高めていただいて、安全安心な行動をとっていただきたいと思います。さあ、ご来場の皆様、会場奥ステージカーのところに、この後県警音楽隊の素敵な演奏とカラーガードの皆さんの素敵な演技が始まります。ぜひバイクのふるさと楽しんでいただくために奥へご集合お願いします。ではよろしくお願いいたします。静岡県警察音楽隊です。行楽の秋、食欲の秋、そしてスポーツの秋、何をやるにもちょうど良い季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。これからのひとときは私たち音楽隊の演奏と演技をお楽しみください。はじめに行進曲富士の山とテレビアニメちびまる子ちゃんの踊るポンポコリンを続けて演奏いたします。私たちカラーガードピュアエンジェルズの演技とともにお楽しみください。そして続けてもう一曲、ジャズの定番インザムードを演奏します。
グレン・ミラー楽団の演奏で有名なこの曲は、国内でも CM やいろんなところで使われているので、きっと皆さんもどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。それではどうぞ。Thank you.
山踊るポンポコリン、そしてインザムードをお送りしました。次は皆さんが知っているアニメの曲です。青くてどら焼きが大好きで、お腹に4次元ポケットがついているキャラクターといえばドラえもんですよね。アニメドラえもんから星野源さんが歌っているドラえもんを演奏いたします。それではどうぞ。
演奏しました。次は2曲続けてお送りいたします。1曲目はディズニーの軽快な音楽と楽しいダンス、ジャンボリミッキーです。その人気はテーマパークを飛び出し全国的なものになっていますよね。そして2曲目は2人組ユニット YOASOBI のデビューシングル夜にかけるです。 SNS を中心に注目を浴び、紅白歌合戦でも歌われるなど大ヒットを記録した曲です。それではジャンボリミッキーから参ります。私たちと一緒に盛り上がって参りましょう。せーの、ジャンボリミッキThank you.
にかける2曲続けてお送りいたしました。ここで音楽隊からお知らせがあります。現在音楽隊ではカラーガード隊員を募集しています。未経験の方も大歓迎です。皆さんの周りにご興味のある方がいらっしゃいましたら、静岡県警察ホームページをご覧いただくか、お気軽に音楽隊までお声掛けください。さて次は往年の刑事ドラマ西部警察からパート2のテーマ曲をお送りします。西部警察というタイトルは西部劇のようなイメージの刑事ドラマというコンセプトを由来しているそうで、派手な銃撃戦やカースタント、爆破シーンが人気を呼び、5年にわたる長期シリーズになりました。魂を揺さぶる熱いメロディーをお楽しみください。それではどうぞ。演奏いたしました。さて皆さんと楽しい時間を過ごしてきましたが、次が最後の曲です。最後にお送りするのは松平健さんの大ヒット曲マツケンサンバ2。キラキラした世界観とパワフルなメロディーが多くの人の心をつかんでいますよね。それでは私たちと一緒に最後まで盛り上がっていきましょう。ビバサンバ。Thank you.
ありがとうございました、皆さんにですね、遊ばせていただきまして本当に嬉しいです、皆さんから、たくさんの拍手いただきますので最後、行進曲の方を演奏したいと思います、曲名はサーカス日という、行進曲です。8ですね、8サーカス日ということで、演奏したいと思います。聴いてください。音楽隊の演奏を終了いたします。私たちはこれからも県民の皆様と警察を結ぶ音の架け橋として県内各地で活動してまいります。引き続き警察活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。静岡県警音楽隊の皆さんでした。静岡県警察音楽隊の皆さんでした。ありがとうございました。さあ皆様改めまして本日はバイクのふるさと浜松2023にご来場くださいましてありがとうございます。さあ午前10時にオープニングセレモニーを行いまして今日と明日の2日間開催しております。バイクに乗ったことがある方もそうでない方もバイクに触れてそして楽しんでいただける盛りだくさんのイベントとなっております。